しじみ駅は、兵庫県三木市しじみ町西自由が丘1丁目836にある、神戸電鉄青線の駅である。駅番号は、キロバイト50。青駅まで4両編成が乗り入れるようになってから、この駅で乗務員交代をするようになった。緑が丘駅と並び、三木市のニュータウン地域の中心駅となっている。 開業当時のしじみ駅1937年撮影2007年現在のしじみ駅2007年12月1日撮影プラットフォーム、短式、島式の複合型2面3線のホームを持つ、対比、交換可能な地平駅である。南側より一点に3番線があり、ホーム有効長は1番線のみ5両他は4両、ただし5両編成の入線はできる。駅舎は、青よりにあり、 線路を挟んで南北に改札があるが、駅員は南寄りの駅舎にのみ配置されている。2番3番ホームへは、構内踏切で連絡している。なお、駅近くに踏切がないため、自動改札を通って自由に、構内踏切を渡ることが可能である。このため無料の通行券を券売機により発行している。3線とも両方向の発車に対応している。 入線については1番線のみ深海地方からしか侵入できないが、2.3番線は両方向から侵入可能である。夜間停泊の運用が設定されている。スズラン大型の留置線に4両編成が2本、駅構内には1番線と2番線に4両編成が夜間停泊されていたが、2020年3月のダイヤ改正に伴う運用変更発生により、 駅構内の夜間停泊の2本が3両編成に変更された。上り線の列車が発着するホームの入り口の軒下には、先発列車の種別と矢印が表示される簡易的な発車表が設置されている。駅北側にロータリーがあるが、道路幅が狭く、路線バスは中型のみ乗り入れが可能である。大型は隣の恵比寿駅前に乗り入れる。駅の主な利用者は、 自由が丘と、さつき台の住民である。駅北側は整備されたニュータウンであるため、都市機能は充実している。駅北側ロータリーのしじみ駅バス停から、発着、かつて南側に少し離れたところにしじみバス停、しじみ駅、南バス停があったがこちらは、現在乗り入れるバスはない。三木市統計所よると、 2016年の1日平均乗車人員は1833人である。モータリゼーションやニュータウンの高齢化に加え、新規バスが自由が丘を縫うように走る三宮行きの路線を開設したため、乗車人数はピーク時の約半分にまで減少している。1日あたりの乗降客数は平成4年度には8284人であったが、 平成11年度には7871人、平成19年度には4357人、平成20年度には4317人に減少している。ABCDEFGHIJ、兵庫の鉄道全域私鉄、公営鉄道神戸新聞総合出版センター、2012年12月10日、192ページ。 ISBN 9長7843億4300万6745。ABC 曽根悟る週刊歴史で巡る鉄道全路線公営鉄道私鉄14号神戸電鉄野瀬電鉄北条鉄道北近畿丹後鉄道朝日新聞出版文冊百科編集部朝日新聞出版 週刊朝日百科、2011年6月19日、11から12ページ。神戸電鉄、お出かけガイド及び、青尾線、駅別上個人員、1日平均の推移より、ありがとうございます。